皆さんこんにちは。はい、現在 HKT48 と JR 九州をはじめとした九州の鉄道会社とコラボをしています。さあ元気にみんなの九州プロジェクト。こちらの動画では私たち HKT48 メンバーが実際に旅をして九州の魅力をお伝えしていきたいと思います。イエーイイエーイ。今回旅するのは私たち2人です。私たち2人です。もうデート画角やもん。もう本当にそうなんだよね。なんかあのカップルの動画のさ、ね、カップル YouTuber で、カップル YouTuber として私たちデビューさせていただきます。能形駅にやってきました。平成筑豊鉄道が運行することこと列車に今から乗っていきたいと思います。かわいいことこと列車。ことこと列車って言いたくなるフレーズ、ことこと列車言っとけばまあかわいいみたいなところ。うん、わかる。ことこと列車、ことこと列車は能形駅から行橋駅を走る片道運行の観光列車で、ゆっくり美味しい楽しい列車がキャッチコピーだって。美味しい JR 九州、美味しい、確かにそこだよね。美味しい、旅なんてさ食べるもんやん。そうだよ。あの JR 九州の七つ星やある列車を手掛けた水戸岡英二さんがこのことこと列車をデザインされたそうです。なるほど。列車内で食べられるコース料理がとても美味しいということで、車窓からの景色も見ながら楽しんでいきたいと思います。楽しみ。なんかいっぱいあって楽しいよ ね。ね、今日は2人で楽しんでいきたいと思います。行きますか。行くか。行きましょう。これ乗車券、乗車券をいただいて今から乗っていきたいと思います。かわいい。行くぞ。ことこと列車だ。あれがことこと列車。かわいい。え、かわいい。やっぱさ乗るからさ、うん、見た目ってあんま分かんないじゃん、うん、でもこうやって見るとね、テンション上がるよね。ゆっくり見るとね。乗りましょう。乗車。お邪魔します。お邪魔します。おしゃれ。すごい。え、すごない？え、5番って言ってた。両手や。やばっ。だってさこうやって見たらさ、うん、電車じゃなくない？電車じゃないよ。今なんかいいとこ、しかもいいとこの料亭に来てるよ。すごい。すごい。5番です。5番です。皆さん、あと1分ほどでお仕事になります。アクリルスタンドを持ってこうやってぜひこうやって撮るでしょ、みんな。もう見えてるから、見えてる、私たちがね。乾杯。乾杯。イエーイ。いただきます。うまっ。おいしい。ランチクロスでございます。こちらはどうぞお土産としてお持ち帰りくださいませ。はい、ではごゆっくりお召し上がりください。ありがとうございます。お弁当だね。嬉しい。テンション上がる。これ、うん、すごい。あのこの開けるまで分かんないのめっちゃいいよね。分かる。なんか遠足とか思い出しちゃうね。せーの。じゃーん。すごい。大きい声出た。うわ、やば、えぐいね。えぐい。
になるやん。やばいこれ。ちょっとシェフ呼んでほしい。失礼いたします。こちら石炭リゾットでございます。こちらは少しご説明の方をさせていただきます。長崎産のアワビ、糸玉市産の椎茸、焦がしバターのムースを乗せてございます。あがね焼きの器とともに温かいうちにどうぞ召し上がりください。の牛ほほ肉の煮込みになっております。あがね焼きの器の温かい上に乗せてございます。こちらがですね、ココットに入ったじゃがいもとショートパスタのグラタンでございます。こちらもご一緒にお召し上がりいただくと美味しくいただけますので、では温かいうちにどうぞお召し上がりください。もうディナーなんよ。本当にそう、明るい時間にこれ食べていいんだ。Thank you.
こちらは安原駅です。あきちゃんが説明のところじゃない？そうだよ、あきちゃんが説明のところなんだよね。あきちゃんよろしくお願いしますっていう台本になってます。任せろ。すごく味わいのある木造駅舎ですね。ね、ここはドラマのね、ロケでも使われてたらしいんですよ。ちょっと奥に、そう、すごい、ね、だって改札が、そう、さっきないよ。そうだよ、市内の放送で言ってたのが、国鉄時代のその駅舎を再現してるみたいですよ。入っていいですか？え、すごい。え、なんか羽みたい。なんか懐かしい匂いする。何の匂いだろう。え、すごくない？なんかすげー。電車が来るって。カン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 。眩しい。かわいい、かわいい、かわいい。こうだ、こうだ。え、どうだ。あ、こうだ。いや、左、左、右か、左か。はい、こうか。日高渓谷の風景を楽しみいただけるよう、ことことゆっくり走ります。この先、石坂トンネルを通過いたします。暗闇にトンネル、すごい、もう食べ物アトラクションやん。はい、大橋駅に到着しました。ありがとう、バイバイ。ことことちゃん、ことことたどり着いた ね、 ね、3時間、うん、約3時間の盛りだくさんだった。ありがとうございました。なんか美味しいものをさ、ゆっくり食べてさ、うん、いろんな景色見ながらさ、ね、あまりにも優雅な時間を過ごしてたね。というわけで、はい、横橋駅に到着しました。なんか山をさ、見すぎてさ、うん、建物がびっくりしちゃうね。なんか、あれ、マンションとかあるとさ、山がない、近くにないみたいな。のどかでね、よかったね、いい旅でしたね。美味しかったしね、全部、うん、ここまで来たわけですけれども、はい、このコラボ期間中はなんとなんと、はい、ここがおもてなし駅として、私、水岡夏実の等身大パネルが置いてあるということなので、実質なっちゃう。私まだ来れてなかったから、うん、嬉しい。見に行きましょう、見に行きましょう。いっぱいね、ファンの人がもうすでに来てくれてた。本当？どこにいるの？いた、いたよ、しぽん。顔まんまるちゃんです。こんな、背一緒じゃん。斜めになってる。なっちゃん、なっちゃん、着替えてどうしたの？あご、あご、手をあご、手に。なっちゃんとなっちゃん、どうですか、自分に合った感想は。等身大パネルってすごいよね、うん、みんな誰もが経験できることじゃないもんね。ありがたいですね。制服がおしゃれだよね。あ、じゃあサインを。あ、かわいい。苦しい。あ、2024年、あ、2ばっかりだ。2ばっかだね。これでね、また1回来た人も来なきゃいけなくなりました。見なきゃいけなくなっちゃいましたね。でも、こうじゃん、ファイト。いらっしゃいました。すいません。
もうちょっとさ満腹でさ脳があんまりさそう動いてないのよ。あんなに栄養取ったのに全然脳みそにたどり着いてないんよね。まあでもせっかくね福祉駅に来たということで、ちょっと観光して。歩いてないもんね、私たちだって、うん、歩こう、ちょっと歩こう、うん、観光しよう。もう本当に、ね、体重が後ろなのよねそうそうそう、こうやって歩いちゃうんだよね。そうそうそう、本当にだからね、ゆっくり観光をしながら、うん、行きましょう、ちょっと楽しみたいと思います。ゴー、小八幡宮にやってきました。まだ何も見えんかった。向こうに鳥居が、ね、見えますけれども、この小八幡宮は、はい、文化を導く祥雲の神として荒鷹であったそうです。荒鷹って何ですか？荒鷹っていうのはお茶ですね。ああ、それは綾鷹です。綾ですね、選ばれてないんですけど。選ばれたのは荒鷹でした。そう、効果が著しいみたいな、すごい効き目のある神社だということで。おいおい、ググったくせにそんな知ったような顔で言ってんじゃねえよそういうことなんだよ、なっちゃん。あらたかでも学びましたから、私たちは行く橋にそのために来ましたから、うん、そうだよ。あらたかとは何かっていうロケですからね、うん、この3時間あらたかです、うん、あらたかなんですけど、うん、地上に生きとし生ける私たちの平安と幸福を導く神として信仰されている。また母子神としても崇敬されていて、親の限りない慈しみを持って我が子に正しく強い心を合わせ持つようにと、初宮詣をはじめ、はとからあれですよね、お宮参りってことですよね、もはじめ厄除けをしたり、家内安全交通安全を導く神として霊言新たかな神様であるそうです。だからすごい神様だよってことでしょ。そうだよ、言ったらね、すっごいの、うんうん、というわけで行きましょうか、うん、お邪魔します。お邪魔します。なんか見えるね。ねえ、なんだあれ。あれはおたふく、おたふく、おたふく門ですね。今私たちの目の前にはじゃじゃん、くる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 、すごーい似てる？似てる。おきちゃんって意外と丸顔なんだね。そうだよ。お邪魔しまーす。すごい。おー、わー、いいね。くぐり抜けたら異世界にたどり着きました。ここは私たちがいた時代ではない。え、なんかくるくる回ってる。本当だ。え、ね、見て、足組んでるよ、カエルが。結構態度あれだね、デカめの態度。私みたいだね、君。それ地中？君、私みたいだ。何これ？これはなんだろう、結び玉。結び玉？縁結びとかなのかな。そうですね、お参りしましょうかね。みくじ引きたい。みくじ引こう。なんか歩くのが遅くなったかも、ことこと電車の。うん、ことことしか歩けんくなったね。え、マスキングテープってどういうこと？どれから入った？もう一周回って今日欲しい。今日じゃないのがいいね。では。ダキダキ。はっ！え？大大吉！おう！一番じゃない？あ、違うわ。その上に超大吉があった。でも可愛い。オレンジ。へえ。これ使えるわ。すごいやん。これ使えるわ。何何？大吉だ。すごーい。イエーイ。なんて書いてあるの？我が道を愚直に進め。おー。不可能に見えることも情熱を持って学び続けなさい。他人の決めた
常識にとらわれることなく自分で決断せよ、予測できる未来などない、自分で作るものだ。かっけーしびれる。よし、これどうやってつけるの。すごくはい、さあ元気にみんなの九州プロジェクト、今回は平成筑豊鉄道編ということで、ことこと列車にあきちゃんと乗って旅をしてきました。楽しかったね。普通にデートだった。デートだったよね。2人ですね。理想のデートプランをみんなに見せちゃった、ね、うん、いい休日にさ、ね、なると思うので、ぜひ皆さんも行ってもらえたらいいなと思います。コロナ感染対策をして一緒に楽しい旅をしましょう。ということで以上、松岡のツイート、豊永亜希でした。バイバイ。バイバイ。